はい、こんにちは、カズボです。マザー2続きやっていきたいと思います。前回からね、このちょっとおかしなね、場所ね、ムーンサイドって場所にいるんですけど、いかん、ひひ。ね、ちょっと後ろに人がついてるんですよ。ひひな、おい、あんたら。おいらのこの眉毛繋がっててかっこいいだろ。ね、この人だっけ？違うな。物取りビルの横に行かなくちゃないんですけど、いやもう勘弁。ギリだよね。これじゃないか、もう一個先ぐらいかな。物取りビルがあって、あ、病院送りにしてやる。ここか。マニマニゾウならこのすぐ先にある。だけど俺が邪魔して。おやおや、これは驚いた。眉毛つながりの金馬さん。こんなガキどもでもほっといて、バーボンでも引っ掛けに、さあ行きましょうぜ。あ、ありましたね。なんもないかな。つきまとうな。私は物取りなんかじゃない。前に見たことがある黄金の像だった。はい。マニマニの悪魔。これなんか聞くんだっけ？おっと。はい、これでね、お、マイアム悪魔はゲームマシンだった。ゲームマシンは破壊された。お前、遠くを見ているようなうつろな目をして、倉庫の中歩き回ってたぞ。夢でも見てたのか。お、もしもし、アップルキッドです。変なものができたんですが、役に立つかどうか。グルメ豆腐マシンって言って、いろんな美味しさの豆腐ができちゃうんです。でも今のところいちご豆腐しかうまくいかなくて、まあとにかくエスカルゴ運送のうっかり特急便で届けてもらいますから、近いうちに着くと思います。おっと、研究室の方が、じゃあちょっと取り込んでるんで失礼します。そうです。
グルメ豆腐マシン。あ、いた。だけど私は宅急便ではありません。前にあなたと会ったか会わなかったか覚えていませんが、断食を終えたタライジャム様があなたに会いたがっています。場所はどこどこ砂漠の西の方、端の方、いわゆる猿の多い洞窟です。キンキキキ、じゃあ私はテレポーテーションで。失礼します、ね、テレポーテーション、これをまあ使える。起きた。おっとおっと、うっかり特急便です。どこどこ砂漠ってほらあるじゃないですか。あそこで日光浴してる男がいましてね、そいつが猿の多い洞窟を教えてくれまして、つまり忘れてきちゃったわけですよ。この私がアップルキッドさんからのお届け物をね、いちご豆腐を作るとかのマシーンとかをね、忘れてきたと。私が、でも私は取りに行かない。なぜならあなたのものだから。行け行きなさい、忘れ物を取りに。進めね、出発だ。とんでもねえ、とんでもねえ野郎だな。お、もしもし、今いちご豆腐とか話していたでしょ。私は物取り様に使えているメイドですが、大切なお客様のご希望でいちご豆腐を探しているんです。あなたご存知でしたら教えてください。お願いしです。私も一生懸命探しますから。物取りのなんたらかんたらって言ってますけど、じゃあ砂漠に行きましょうか。なんかいろいろ持っていかなくちゃなかったような気ですけど、気のせいかな。あそこ、じゃあね、前もなんかこんなあったよね、猿が多い穴とか砂漠にね。だけどマザー1ってアドベント砂漠だっけ。でもこれどこどこ砂漠ですからね、ちょっと違いますよね。これだ。クククようこそここへ。そこの穴の下は僕らの楽園。偉大で優しいタライジャブ様が、何でもしてるタライジャブ様が僕らのために作ってくれた地下室なのです。はい、断食を終えたとか言ってますけどね。これでようやく便利機能が手に入るかな。スキップサンド持ってるか。一つくれたらどいてやるけど。遠足ランチ食べたい。持ってないよな。スキップサンド。マジ持ってこなくちゃないの？遠足ランチ。はい、買ってきました。スキップサンド。すぐそこに売ってますんでね。あ、どいてくれよ。おい、なんでランダムで動くの。濡れタオル。こんなんとかくれっていう猿いたと思う。大人のドリンクの、あ、飲んじゃった。持ってたんだけど。ピザ持ってたらちょうだい。さあ反対側に行くしかないね。こんな敵いいけど、まあ、弱いと思う。遠足ランチ。あ、ピザいましたね、右側にね。濡れタオルなんて持ってないよね。持ってますよ。ハンバーガー、物差し。ハンバーガー大好き。お、炎のペンダント。こっちもハンバーガー。
美味しいピザ。サルドンナ嬉しい。あ、ピザありましたね。後ろにあるじゃんって話ですけどね。キャッキャー、たくさんある部屋のどっかで、キャッキャッキ、ドラゴンパウダーが手に入るらしいんだ。ドラゴンパウダーってドラゴンパーのウダーかな。そらそうと埋め立て卵あげます。あ、ここ。これ、産み立て卵をあげなくちゃいけないんだけど、早くしないとひよこになっちゃうね。やったぞ、ピザだって。あ、大人ドリンクありましたね。キングバナナはないです。ハンバーガーください。ないです。のハンバーガーありましたね。あ、産み立て卵 OK。 まだあったな。中和マシン。戦闘時に変化しているパラメータを、あ、敵味方問わず全てを戻すと。物差しあったよな。仲間の人はテレポートが使えるのよ。そんなこと聞いてないよって。そういうのはほら、キングバナナあげるわ。はい、私シリメツレツで、なんか魅力的でしょ。はい、キングバナナ。これだね。タライジャブ様一番好き好き。ワーキキホイキキ、お猿の味方だホイキキウキキキ。これ僕が作ったタライジャブ様の歌。はい、ということでタコ消しマシン。マジか。悟りの弁当。裏漢方いらねえな。ハンバーガー使うでしょ。大きな守りはないや。宇宙の真理は粒のように波のように宇宙を駆け巡り、人という宇宙に語りかけているものじゃ。あなた方がここに来ること、私がここで待つこと、すべて定められた真理。レス、ポーラ、ジェフ、そしてプー、4つの力が出会うとき、ねじれようとしている宇宙は安らかな呼吸を取り戻す。わかるかね。わからんでもよい。あなた方の好きなように歩んでいけばそれでよい。宝箱を開けて自由に宝を持っていきなさい。もしかするとこれを探しに来たのかな。うっかり者が穴に落としていきよったが、はい。グルメ豆腐マシン。こっから先の旅も並大抵のものではなかろう。空間を自由に移動する力を授けてあげよう。そこの猿に習っていきなさい。それともそんな力はいらないか。いる。はっはっは、そりゃそうじゃろう。だったらそこにいる猿に話しかけてごらん。キャッキャッカテレポーテーションを教えます。さあ、地上に出ましょう。ね。なんだけどちょっと回りましょう。ハンバーガーとかあげなくちゃないよね。
お、ドラゴンパウダー。ドラゴンパウダーは、戦闘時味方に吹かけるとドラゴンに変身して敵全員にダメージを与える。まあ、これも強いからね。ハンバーガー、なんかもう一個くれたいたよね。ここだったっけ？違うか。これか。壊れた筒、これも寝れば直してくれますね。じゃあそのグルメ豆腐はどうとかって言ってましたよね。おい、それはねえよ。おい、キッキー、こっちだ。キャキャキャキョキョ。じゃあ先生がまず見本を見せよう。これができるようになると一応行ったところならあっという間に行けるようになります。地下や部屋の中ではこちらの力は使いません。フォーサイドの町に行ってすぐ戻ってきました。先生は基本的なまっすぐコースであったけれど、距離さえあれば曲がってもできるからね。さあやってみなさい若者よ。おっと閉まった余計なボタン押しちゃったこれぶつかったらダメなんだ。まあダメなんだろうけど。はい、テレポーテーションが使えるようになった。すごいぞ。それじゃあ先生は帰るから。はい、ということでテレポート。ウィンターズとかも行けるので、まあ、ここにね、まあ、4番目の場所かな、あったと思うんですけど、どうすかな、先、フォーサイドかな、サタンバレー、あー、そっか。コントリーのビルか。多いんでしょ。ちょ、一回回復するか。
これね、ちょっと便利な技があって。こうやってね、進めんですけどね。マッドタクシー、まあ直してくれましたよね。テレポート通ってマムーンサイドも攻略したよね。もう一個ぐらいいけそうかな、時間的に。まあいっぱいあったけど、そんなに経ってないもんね。もっと、とりあえずね、2人なんでね、あちこちの人にいちご豆腐のことを尋ねてもらったんだけど、グルメ豆腐マシンを持ってるのに譲ってくださるの？はい、強引に持っていかれた。これでお客様にいちご豆腐を作って差し上げるわ。なんせ親切な人、あなたにもご馳走するからね。私の部屋48階よ、きっと来てね。はい、だそうです。48階。静かに、ネスさんでしょ。あなたのことはメイドのエツコさんから聞いているわ。特別に物取りさんのいる48階までエレベーターを動かすわ。はい、そういうことです。まあここまでやろうかなと思ったので、でここなんですけど、なんかいたな。あなたのコードナンバーを言ってください。10秒以内に言ってください。198-7-6-5-4-3-2-1。はい。見張りロボット。今の場所か。あなたのコードナンバーを言ってください。はいはい。これ前に出んのかな。Thank you.
こっち合ってんのか。あ、ここだ。今変なの来ましたよね。あそこ正解ですね。はい、いちご豆腐。はい、いちご。ポーキー様って素敵。この前私にお土産をくださって、メイドの土産だよですって。日本のことわざと英語をミックスしたジョークでしょ。メイドの土産。意味がわからん。いいのかなこれで。よし。ガチャガチャピーピーボロボロズルズルドンガラガシャンポッピー。これちょっと強かったと思うけど。あ、かけした。これ引かないんかい。いける。お、突然部屋に男たちがなだれ込んだ。トンズラバザーだった、ね、ラッキーは油断ロボの後ろに素早く回り込んだ。スイッチを切ったら止まったぜ。母は分かりやすいやつだ。お前頭いいな。そうだね。これ倒した記憶なかったもん。いや、ただでもらえるといいよね。金はなくても力はあるんや。俺たちお前らにお礼がしたいんだ。いくらでも力になるぜ。さあ隣の部屋に踏み込もうぜ。その前に俺はちょっとトイレ行ってくる。女の子の声がしたような気がする。隣の部屋が怪しいんじゃ。ふい。もういい、やめてくれ。私は戦いなんかしない。本当だ。おお、広いね。ネス、やっぱり来てくれたのね。私は大丈夫よ。きっとあなたが来てくれると思っていた。物取りさんは本当は悪い人じゃないわ。とにかく話を聞いてあげて。なんかあるね、ここね。この細い腕を見てくれ。ほら、薄い胸。頭は白髪で真っ白だ。あのマニマニの悪魔が亡くなってしまった今では私に何のパワーもない。ポーラを触ったのは悪かった。何の危害も加えてないし、ポーラは本当に優しい子だった。さあ、ポーラちゃん、ネス君のところにお戻り。いろいろ心配をかけて本当に申し訳なかったね。はい。私の知っていることを全て話そう。マイヤマイの悪魔は人に幻を見せる。そして邪悪な心を増し、悪魔のパワーをもたらすのだ。私はその力が怖くて、ボルヘスの酒場の倉庫にあれを隠して時々拝みに行っていた。幻の中には謎のような言葉が含まれていて、その中にはネス君、君たちの名前もあった。ネスをお前の手で食い止めろとか、サマーズへ行かせるなとか、ピラミッドを見せるな。私にはよくわからんが、君たちをサマーズに行かせぬようにしたいらしい。悪魔のギーグとかも聞こえたか。悪魔の方は君たちがサマーズに行くと困るらしい。とすれば逆に何としてもサマーズに向かうべきなのだろう。もう一度話した方がいいか。いいえ。サマーズは海の向こう。私のヘリコプターを使ってくれ。ヘリポートを開けよう。私はもう疲れた。君たち自身の力できっと何とかできるだろう。そんな運命をネス君、君は持っているらしい。じゃあポーラ、さよなら。気をつけていくんだよ。ほんま野郎のネス、ジタバタしても遅いぜ。バイバイ。お人よしに戻っちまった物取り爺さんにはもう用はないね。俺ヘリコプターに乗れて嬉しいぜ。お尻ペンペン、あっかんベロベロベー。なんとポーキーがまた邪魔しに来ましたね。ポーキー君がヘリコプターを、大丈夫だろうか。
ちょっとめまいがしただけよ、大丈夫。サマーズに行くためにはスリークに戻る必要があるわ。今強くそれを感じたの。なんだ、トイレに行ってる間に大活躍しやがって、はは。は、なになに、ポーラちゃん、今からスリークに行きたいって？オッケー、俺たちのトラベリングバスでスリークまで送るぜ。一足先に車を回しとく、ビルの外で待ってるぜ。はい、ということでね、スリークに行きます。結構いい時間になったんで、今回今スリークまで行って終わろうか。まあここまでなんですけど、まあどっちみち移動するので、まあ移動の下りね。お、なんだ、あ、もしもし、久しぶり、アップルキッドです。やっぱり僕は天才です。天才だってことがはっきりしましたよね、スタンたちと。全ての人類の敵が何であるかが分かりました。それでですね、なんとかこの敵との戦いに勝たなきゃいけないわけで、スペーストンネルというものを作る必要があるんです。だから僕はこれからさすらいの科学者アンドーナツ博士を探して一緒にスペーストンネルを作るんですよ。つまりしばらく留守にするとよろしく、ガチャンツーツーツーだそうですね。あんたらトンズラブラザーズの関係者だったの？サインとかお願いしたら失礼よね。そうでもない、あなたたちのサインが欲しいわけじゃないのよ。まあ知り合いからしたらそうでもないんでしょうね。スリークもそ、なんだ？お、もしもし、連絡できなくてすいませんでした。オレンジキッドです。ゆで卵を生卵に戻す研究をしてまして、まだもうちょっと時間がかかりそうなんです。頑張りますように、どうか一つお願いしますね。ではですね、こっちダメだね。どうしようもないね。アップルキッドの方が。お。OK、ノイノイでバスに乗れ。さあ、スリーク目指して出発だ。なんだけど、まあ、スリークもそうなんだけど、一応ね、テレポートでも行けるんですけどね。まあ、これをやんないといけないかな、イベント的に。ついたぜ、いえ、俺たち大したことはできなかったけど、お前たちの味方さ、苦しい時は俺たちの歌を思い出してくれよ。どっか遠い空の下でトンズラブラザーズがコーラスをつけてると思って。ところで、どうしてこの町に戻る必要があったんだ？何かこの町のどっかに大事なものを置き忘れてきた。どうだ？俺の推理当たってるだろ？ OK ブラザー、答えなくていいぜ。じゃあな、グッドラック。ということで、この町にね、まあ、用事はあるんですけど、一応テレポートで来れるんですけどね。まあ、来れるんですけど、スリーク。このね、ウィンターズってありますよね。お。はいはい、これはこれは、私以前一瞬だけ登場した猿の女の子、カナイと申します。ガム好きの彼がアンドナツ博士の研究所にいて、なかなか帰ってこないんですよ。迎えに行きたくても彼がいないと、タスコが渡れないし、キャキャキャカン、あの変な博士、動物実験のモルモットにでも最低やいか心配で。このショップにね、ちょっと面白いもの売ってましたよね。ゴジラのバットとかね。こんなんね、ここ来ないとね、ないので忘れてそうですけどね。静けさコイン、
はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ねスリーク用事あるのでここはまた後でやりますんでね。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。